はい、ソーボクシングの井上です。今回はソーボクシング、うちのジムでですね、今まで使ってきたボクシングのミットですね、4つのメーカーを使ってきましたので、その感想と使い心地ですね、使いやすさとかをお伝えしたいと思います。ただこれはあくまでも個人の意見と感想でありますから、でそのメーカーによってもいろんなミット出し、それぞれミット出してますから、一概にはこれはこのメーカーはこうだというふうには言えませんから、その辺をご理解いただきながら見ていただければと思います。でまずソアボクシングで一番最初に買ったミットなんですけども、このボディメーカーですね、まあ多分もうこの形では売ってないのかなとは思いますけども、ボディメーカーもいろんな種類、新しいですね、形でミットとか道具全般出していきますから、わからないんですけども、まあ、大体参考になると思います。で、最初はこのボディメーカーでした。まあ、ジム始めたのが8年前、今日は2021年のですね、6月1日ですけども、まあ、8年前、2013年にジム作ったんですけど、その時はまあ、お金もなかったですから、まあ、ボディメーカー安いんで、これを買いました。で、その、いいところとしては、このミットはいい音が鳴るっていうことですね。まあボクサー打つ人にとってはすごくいいですし、であと持つ方にとっては軽いですね。で薄くて軽いんで、そのいい音も鳴りますしいいんですけど、ただ持つ方としては重量級の選手とか、まあもちろんプロボクサーとかパンチある人を持ってると、こっちが多分ガタが来ると思うんですね。という意味ではトレーナーとしてそのずっとこう持ち続けるっていうのはちょっと難しいかなとは思います。まあずっと使ってたんですけど、まあ、薄くて軽くて、まあいい音が鳴るっていうのが、このボディメーカーのミットです。まあ、この一般的な大きさだとは思います。はい。で、次に買ったのが、このウィンディですね。ウィンディのミット。まあちょっと薄かったんで、分厚いやつ欲しいなと思って買いました。で、ウィンディっていうのはタイのメーカーですよね。で、タイというと、ムエタイですよね。キックボクシングですけども。で、分厚くて、まあ、ちょっと重たいですね。で、いい音は割となりやすいです。ただ、ちょっと重たいんで、こう、いろんなパターンで振っていく、こっちも振っていくときに、ちょっとやりづらいかなっていうのはあります。ですから、僕はもともと最初は、ボクシングでプロになる前は、キックボクサーだったんですけども、ウィンディは、タイのメーカー、先ほど申し上げましたけど、キック持つときに、まあ、腹のミット巻いて、これを併用してやると、すごいいいんじゃないかなと思います。これだけでもキックを受けれるかなと思います。まあ、分厚い分ですね、キックの蹴りも受けれるかなとは思います。で、次にですね、やはりこの、日本が誇るメーカーですね、ウィニング。を買いました。まあ、最近買ったのがこのミットなんですけども、これ一番最新で一番、まあ、高かったんですけど、3万2000円ですね。で、いや、さすがウィニングというだけあって、すごい使い心地もいいですし、衝撃も吸収してくれますし、重たさもですね、ウィンディほど重たくはないです。ただ、ちょっとこの、いい音を鳴らすのにトレーナーの技術がちょっとタイミングですね、の取り方の、なんですか、技術が必要ですね。いい音鳴らすのがちょっと難しいかなと思います。で、この手首、ここが、クッションついてますんで、まあ、ここがちょっとありがたいかなと思いますね。まあ、ボディジャブとかボディストレートを受けるときに、まあ、こうとここをやりますけども、まあ、ここでもう衝撃吸収してくれるっていうのがすごいありがたいです。はい。で、ウィーニングでもう一つ使ってるミットなんですけど、これですね。で、僕個人の意見ですけども、このミットが一番いいです。というのは、まあ、的が小さいですね。まあ、もちろんボクシングって、こう、相手の顔を狙っていく、いきますから、その顔も動いてますし、そういう意味では、ボクサー打つ方のその練習にもなりますし、いいと思います。で、分厚さもあって、で、これもっとさっきのやつよりも、音鳴らすと難しいんですけど、タイミング合わせないと難しいんですけど、でも、軽さも、軽いですし、合わせていく、いろんな動きをしていくのがすごくやりやすいです。ただ、初心者の方が持つ方が初心者の方だと、この指がですね、このミットのこの端に近いんで、こう、ボクシング、まあ、ボクサー打つ方とトレーナーの、まあ、
その何て言うんですか、慣れもあるんですよね。やっぱりタイミングがお互いこう合っていくっていうのも必要なんですけど、最初合わないうちとか初心者の方ってタイミングがどうも自分でもちょっとうまくタイミングを取れないところがあるんで、不規則なの、タイミングが不規則なので、その受ける時にこうタイミング合わなくてこう指が当たって、まあこう指、突き指とかになりやすいですね。窓が小さい分指が出やすい分、そこを注意しないといけないなとは思います。ですからまあ受ける時はまあこういう風に気をつけてやるとか、まあボディもそうですけど、ただこれが一番あのトレーナーとして持つ方として慣れてくれば、今のところこれが一番いいかなと思います。でこれがボクシング の, その通常を使うミットの中でですね、このウィニングのこのミットが一番あのいいかなと思います。まあ、例えばこれも分厚さここまで、まだちょっと 長さありますから、その指が突き指しづらいっていうのはありますね。まあ、ただちょっとこっちよりもこっちの方がちょっと重たいです。はい。で、いい音も鳴らすのが難しいっていうことですね。で、ミットといえばまだ他にもあるんですが、あとうちで使っているこのスティックミットですね。で、これは例えば、避けることを集中して練習するときとか、まあ、この先っぽがこうクッションになってますんで、ここがいいですね。こうついてこう避けるときに、もし当たった目当たっても、まあ、クッションなんでそこまで痛くないっていうものです。というのと、ボクサーが拳痛めてるときとかですね、まあ、この衝撃がそこまで、まあ、この通常のミットでも加減してやればいいんですけど、まあ、これはもう柔らかいですから、あの相手が手を痛めてるときとかもいいですよね。で、まあ、振り方によってはスリッピングとか、そのなんていうんですか、このパンチを避けるこの感覚の練習がしやすいですね。まあ、棒がある分ですね、この物体をこう感じ取るというか、そういった練習にもなります。で、トレーナーも手が痛いときとか、こう受けるのが痛いときとかはこれがいいですよね。はい。で、次にハンドミットです。で、これがまあ僕はちょっと肩があの現役の時にもうちょっと痛めているので、あのこの通常のこう受けるミットがですね、まあ、ちょっといつも毎日やってると肩痛くなるんで、このハンドミットが一番あの好きなんですけども、これは、いい音がすごいなります。いい音がすごくなるんですね。ただその衝撃を吸収しない、まあ、さっきのスティックミットもそうですけど、衝撃吸収しない分ですね、選手のパンチ力がつくっていう意味ではあの理想的ではないかなと思いますけども、こういい音になるんで選手も打つ方も乗ってきますねっていう利点があると思います。で、いろんな角度で受けやすいということですね。で、これも、ボクサーが、手を痛めてる時とかあのいいと思いますし、で、こちらも怪我してる時とかこのミットがいいかなと思います。まあ、まあ、これ3年4年ぐらいですね使って、まあ、ちょっとここが折れたんで、もうそろそろ新しいやつに変えとくかなとは思います。はい。で、さっきのスティックミットもですね、あのいい音はなりますね。で、あとドラムミットですね。で、これは、まあ、あまり言っちゃったあれなんですけど、前ボディメーカーのドラムミットを買ったんですね。で、ちょっと硬すぎて、あの打つ方もこうなんていうんですかね、骨まで響くというか、自分が打って骨まで響くと、こう手首痛めるんじゃないかなと思ってすぐあの返品したんですけど、でその、まあ、ボディメーカーさんの方にも、まあ、これはちょっと硬いんで、あの改善された方がいいですっていうふうにメールは送ったんですけど、でもやはりこのウィニング、これもウィニングなんですけど、ウィニングが一番いいですね。このドラムミットももう一段階小さいサイズと大きいサイズあるみたいな ありますけども、小さいサイズのやつは使ったことないんですけど、この大きいミットを使ってます。で、これはやはりその、まあ、いろんなパターンでボクサー練習するといいと思うんですけど、やはりなんといってもこの単発の練習ですね。強いパンチですね。強いパンチをパンチ力つけようと思ったら、一番やっぱりこの単発の練習ですね。一発一発をしっかり強く打つっていう練習が理想的ですから、それをトレーナーがこう持って指示してやるっていうのがいいと思います。持ち方としては、例えばストレートの時はこうですね、まあ、できるだけあまり低くならない。高く、まあ、ちょっと見えなくなっちゃうんで、こうですね、手はこう持つといいと思います。で、フック受けるときはこうですね、まあ、できるだけ高く。で、当たるときに、スイートミットそうですけど、当たるときにこう合わせてあげるっていうのが大事だと思います。で、アッパー受けるときはですね、まあ、うちではですけど、うちの考えですけども、
手をこういう風にしてですね、下に向けて、まあ、できるだけ水平に、まあ、斜め、こう斜め傾くよりも水平の方がいいと僕は思います。で、上からですね、下から来たパンチをバッと合わせてあげるっていうのがいいかなと思います。で、ボディを受けるときはこの脇腹で下げますね。ちょっと角度をつけてあげて受けるとか、まあ、あと、まあ、バックステップとかサイドステップとかいろんなパターンでやるんですけど、その時々によってちょっと位置は変えたりしますけども、オーソックスな、その受け方としては、まあ、そういう感じかなと思います。あと、右クロス受けるときも、右クロスこう、斜めからこう受けますから、その、この軌道に対して垂直に当たるように持ってあげるのがいいかなと思います。まあ、クロス的なコップですね。はい。まあ、ミット持ち方っていうのはまた違う動画作れればと思うんですけども、今回は、ボディメーカーとウィンディとウィニングですね、3つのメーカーのミット を今使ったものを紹介させていただきました。まあやはりこのウィニングが一番間違いないですね、このミットが僕は一番好きです。はい、ということで今回の動画は以上になります。まあ今格闘技ブームで、まあ、再燃してますし、ご自分で練習される方も増えてきてると思いますし、まあ、ミットのその需要がですね高まっていると思いますから、こういう動画を撮らせていただきました。参考になればと思います。ご視聴いただきありがとうございます。